国村純のさ、うん、言葉が俺もう一つも分かんないんだけどさ、あれってカレーのせい。その、な、何聞き取りづらいってこと？でもなんか、うめん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 。そんなんじゃねえ。え、カレーのせいって何？お前の耳の方の話これ。ん？いや、純くんの。純くんって言ってる。今、トリリオンゲームさ、あ、見てる。少しだけ見たの、うん。はいはいはい。最後のシーン、エンディングで出てきて、国村純くんさ。うん。したら、その、やっぱエンディングだからもう BGM 流れてるのね。はいはいはい。あの、スノーマンの。うん。ルルルン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 の。ああ、あの BGM ね。ちょっと忠実にその音量差の感じやるね。うん、ルルルルン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 、ルルルルンルンルン。ルルルンルンルルンルン、ルルルルンルンルルンルン、バーン自習みたいな。それあのスタッフの調整ミスの可能性もある。そのエンディング流れてない時もでも割とその感じはあるよ、ちょっと。え、じゃあ最終回まで国村純はずっとあの感じなの？あの感じだね、結構。俺はちょっとその辺も楽しみになっちゃったなっていう感じはあった。いや、変な楽しみ方してるこいつ、うん、変すぎる楽しみ方。ルルルルンルンルルンルンルルルルンルン、ハムハム、それ何なんだよ、ハムハム。バスはまだかの。ルンルンルルン。いや、もうおじいちゃんすぎる。そんなおじいちゃんだった。はいはい、ナイス。楽しかったの。役に無駄しゅそんなんじゃねえよ。アトレジ見たことないんだよな。アトレジな、なかなか見れないよ。お前ある？え、俺もないんだよな、実は。あ、ない。うん。痛いシーンあったら嫌だなっていう。痛いシーン？うん。お前、ビートたけしを血を出さずに見たいってことね。だとしたらお前、うん、バトルロワイヤルとかいいんじゃない？めちゃくちゃ血出ちゃうから、あれ。でもお前本当に本気で口喧嘩したら強そうだよね。ちょっとやってみろ、本気のやつ。じゃあ、ニカモノの今後についてお前がこうしたいって思うことを言ってくれ。したら俺徹底的にそれ論破するわ。わかった。一番近い目標としては、まあ、うん、切り抜きが毎日1万再生ぐらいいったら嬉しいな。うんうん、いやでもさ、再生数1万を、目指すには何かその具体的なさ、方針というか、改めてなんかこういうことをしていきます、心がけていきますなんて、そういうのが必要なんじゃないのか？漠然と1万再生あったらいいな、じゃなくて。うん。あ、ツイッターとかでもっと宣伝するとか。頑張ろうな。え？頑張ろう。ああ、頑張ろうね。よかった、保険入っといて。何が？うん？あの、オチが見つからなかった時の保険があるの。俺、それに入ってるから。お前、それ入ってんのかよ。うん。臨時的に2万円入ってくることになった。よかった。ちゃんと保険なんだ、システム。よかったー。よくないけど、別に。お前、明日なんか食いたいもんあったら全然言ってな。え、その2万円で、うん。え、おごってもらえんのこれで。いくらでもあるからね、お金なんて。あ、お前、いや、2万円しかねえだろ。東京海上日動ってすっげえ。東京海上日動で、あるんですね。俺もうだってこれ、これっていいのかなって思うんだけど、うん、この、じゃあやってみる？今ここで本気のディベートって話になった時に、うん、もうその時点で、あ、やばいなと思って、うん、その保険窓口に手かけてたもん、その受話器。うん。いつの間にすぎるだろう。これはもう、これはもう行くと思って。いつの間にお前電話してたって。もう入り口から感じてたんだ。感じてたね、俺は。こんなもん落ちるわけないと思って。思ってたんだ。お前バチェラー見た？2話ぐらいまでちょっと見たかな。なんかみんなその、結婚を意識したお話が、あれができる。なんかその結構なんか綺麗なことを言おうとしてしまってさ、うん、みんな同じことを言ってんじゃんってなっちゃう。ああ、まあ確かに。やはり理想のバチェラーとはこうだみたいなのが、うん、ありすぎちゃうのかな。まあ、確かにそれは、なんじゃね、やっぱバチェラーのイメージはね、今までこう、積み重なってきてるから、
うん、やっぱそうでなきゃっていう意識ありそうだよね。なるほど、ね。ケイチさんにも。うん。うん、ケイチさんって呼んでるよ、こいつ。恋文読んでるよ、こいつ。恋文読んだこといじったらこいつ傷ついちゃったよ。いや、傷ついてねえよ、別に。ごめんよ。傷つかねえよ。そういうのは、ズケズケ言うことじゃねえよな。ごめんな。いや、そんなことねえ。ごめん、ごめん。ズケズケ言えよ、そんなんしてたら。皆さん気づいたかもしれませんが。お前、綺麗になったよ。何が、おい、こいつ。あの、2048やりながら、一緒にバチラー見てました。なんと、大人が二人で。に一緒に2048やるって、あの時間なんだよ。あ、でもバチェラーがちょうどいいんだよな、あのゲームやる。バチェラーちょうどよかったね。あの時は2048さ、ちょっと画面見ないとできなかったからさ。うん。え、もうできんの？お前画面見ない。もう俺、まあ、一切画面見ない。お前一切画面見ない、ね、一切画面見ない。そんなわけねえだろ。もう小一時間カシャカシャカシャってやって、うん、最後、うん、照明終了っつって、うん、エンターキーターンって押して俺エンター押すじゃん。いや、エンター押すとこないから、あのゲームで。そんな瞬間訪れねえよ、あのゲーム。